い皆様よす。前回引いたガオー、レベル40まで上げたぜ。いろんなステージで大活躍中でございます。正直なところ本日はニャンコやる予定なかったのですが、待ちに待ったウルトラソウルズ確定ガチャがやってきたので、これはやるしかない。はい、これがニャンコで一番良いガチャとも言われている、ウルトラソウルズのキャラたち。上の3体はすでに持ってるので、もちろん、一番の狙いはずっと欲しかった笠地蔵。ニャンコの超激レア人気投票でも、毎回1位の超高性能キャラ。まずはレアチケ1枚あったので引いちゃいます。まあただの運試しね。嘘でしょ？マジか、チケット1枚で引き当ててしまった。今回はガチで笠地蔵出るまで回し続ける予定で、結構な課金も覚悟してたのに。まさかの嬉しすぎる結果に。これまで何ヶ月もこの確定待ってたのにな。お目当てはゲットしちゃいましたが、せっかく来た確定なので一回回したいと思います。そうね、鶴の恩返しも欲しいし。はい、もう正直このガチャはどんな結果でも良いです。やばい、まだ驚きが止まらない。前回のガオに引き続き、笠地蔵まで。怖い、運を使いすぎて怖いぞ。いやー、でもこうなるとガゼンニャンコが面白くなってきた。アプリあるあるだな。欲しいキャラがガチャで出ると、一気に楽しくなる。そうそう、これで最後の確定枠が鶴の恩返しだったら完璧。それか浦島太郎でもOK。もう今回は余裕で見てられるな。まだ確定前に来るという可能性も残ってるぜ。お、猫魔剣士ちゃん。ここで折り返し、6体目はオタネコか。オタネコちゃん、結構使えるぞ。さ、魚食べすぎたらこうなったわ。どんな呪いだよ。猫寿司、一皿1000円だぜ。意外に高級。絶対食べたくない。番長出ました。おいてめえ、猫パンチ食らわすぞ。ダメージなさそう。残念、確定以外は来ず。ラスト、できればかぶりじゃないので。では行きます。またかー。すごい、マジか。あれだけずっと欲しがってた笠地蔵、一気に2体ゲットしちゃった。これはこれでOK。笠地蔵はめっちゃ使う予定なので。はい、ついに主ニャンコ軍団に来ました。経験値なかったので育成はまた今度かなと思ってたところ。極ゲリラ経験値クエストやってたので、速攻でレベル40まで上げちゃったぞ。はい、では最後に、これはウルトラソウルズの前にやってた確定ガチャ。猫マシンが欲しくて1回だけ回していたので、そちらの様子を。波動を打ち消す貴重な能力持ちだぜ。では、早速。結構超激レアも揃ってきて、被ることも多くなったのですが、この超激ダイナマイツはまだ1体しか持っていないんです。見事にこのシリーズのキャラ当たってないわよね。伝説のネコルガ族なんかは、極猫祭とかでほとんど全キャラ揃ってるぐらいなのに。まあガチャでありがちだな。さあ、最近確定前にはなかなか超激レア出てないが、今回どうだ？確かに、ガチャ結果自体は満足だけど、確定以外では引いてないな最近。って言ってたらったー。お、しかも猫マシンの次に目玉、猫アイスさん。よしよし、勝ちガチャ決定。まあ確定で猫マシン来たら最高だけど、さすがにないかな？いや、でも最近の引きの強さは来てるからわからないぞ。なんて言ってる間にこの子で10体目。確定枠は誰だ？あ、い、う、ん、こ。里黙れ。まあ、大満足でした。次回は宇宙編ラストステージ挑戦。ではお楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。